はい、キーボードマガジンウェブをご覧の皆さん、ディメンションの増崎小野塚ですよ。今日はちょっといろいろと、突っ込んだ話をしましたけども、まずは、この付録の、音楽をですね、ディメンションっていうか、こうやって作ってるんだっていうのを、分かってもらえると嬉しいなと思うと同時ですね、僕は、ソロアルバム、インアンドアウト、そして24枚目、ディメンション24枚目をリリースしましたんで、そちらの方も、一つ熱い、ご支持の方よろしくお願いしたいと思います。はい、今回はですね、なぜこの2人が、いるかというとですね、アンサンブルにおける、ギターとキーボードの関係、この辺をですね、深く、話していますので、ぜひ、雑誌の方をご覧になっていただきたいと思います。ディメンションでした。ありがとうございます。